いいのか。こんにちは。また来たって。どうでもいいじゃん。お客さんが教えてくれちゃう。なんで？社長来とるよって言って。あそこに泊まってる人知り合いじゃないところ。そう。パッと見たら気が緩めてめちゃくちゃ。うちの社長です。そう。そうなのとか言って。あの有名な人とか言ったら見てんじゃないですか。あ、今日は何撮ろうかな。絶賛あるじゃん、YouTube 見て、ちょっとな。YouTube 見てください。あ、はい。何言ったの、お前も言ったの。俺今日今喋ったら。いや、今僕も初めて聞いたんです、ここに。あ、俺が喋っとって。はい。そう。はい、社長めっちゃイケメンやんって言ったな。すごいって。もう俺そう捉えたんだけど。偉い YouTube ではでも、でかい口叩いてるよね。それだったら。それは言ってました。それは言ってたよな。なんであの YouTube 見てお願いしようと思ったんですかって言ったら、まあでかい口叩いてるんで、まあちょっと勉強してみるかみたいな言ってたな。言ってました。あでもあの視聴者の皆さん、まあこれ塗装をお考えの方もおると思うんですけど、はい。鈴木さん、あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こうですよ。お客さん。これが今僕の態度ですよ。こうつって様変わりですよ。はい。強いものにへつらう男小林です。くじゃつって見られちゃった。見られちゃった。はい。じゃあ、はい。あ、白バイ白バイ。せっかくどうです。はい。そこで見張ってます、ね。俺らやばいんちゃう。いや。お前カメラ動かんすぎだわ。もっと追え。はい。ごめんなさい。もっと撮れよ。どんどん撮れよ。はい。昨日会議だった。夜だって緊急会議だろ。会議ですね。会議営業と、営業と足場の職責任者と代表とシーリングの代表と営業結構集まってたよな、あれ。営業、そうですね。7人ぐらい集まってたよな。何やってたの？いや、その工程の打ち合わせって時期的にちょっと忙しいんで。うん。外部に振るかとか、うん、あともっとこうしてほしいとか。今シール実習生も全部入れると7、8ぐらいあるの。7おって7人おって回らんのだね、うちの物量すごいよ。で皆さん本当に、まあ、まあ出か口叩くって今日は節さんも言ってたけど、まあ出か口になるかもしれないけどね、なんであの YouTube 見て、ね、はい、依頼されたんですかって。確実に僕狂ってますよねって。だけどまあ入り口でね、あの態度はちゃんとしとったら俺、はい、ちゃんと使ってほしいけど。で普通の俺よく言うんだけど、 YouTube でもちょこちょこ言ってんだけど、普通の塗装屋って塗装職人がシール打つんだわ基本的に、はい、ホームページとか見てもらうと分かるわ、うん、塗装兼シールだけど、シールってそんなおまけの仕事じゃないわけよな、はい、でこれ毎日やってるんだけど何十年も。はい、でシーリング1級技能検定があるもんな。そうですね。あれ塗装と両方俺はできるっていう人もおるけど、でもこれだけの戸建てを塗装の職人がやろうとしたら本当4人とかで2日かかるよな。3人で2日は絶対かかるよ、きっちりやろうと思ったら。僕らよりは日にちは絶対かかるかかるよ、はい、でそれがそんなことねえって言ったら嘘だわ。でそれ何人かおるよ、その神様みたいな、はい、ねえ、お疲れ様です。でそういう人間たちがやってこれだから、で他社さんって言ったら何やっとるって言ったら、塗装が塗装メインじゃないとかあれだったら、やっぱシールだけ外注に振ることできんわけよ、うん、毎日仕事がないから。あ、じゃあ社員抱えないわけよ、はい、うん、でも社員抱えて、まあ、コスト的にもそうだし教育的にも強いじゃん、やっぱ、はい、なかなか抱えれんけど、この規模だでシーリング職人ってやっぱ抱えれて、でこの6人7人になる前にもう20人30人入っとるな、はい。セサに今もちょっちょっと喋ったのはでか口は叩いたけど、確かにうちは俺も厳しいもんで、残れるやつだな、根性のやつしか残れんもんな。ゆるい塗装職人とか呼んでちゃうな。そうですね。でお前も厳しいしな。お前もまあいい意味でだってやめていく、まあまあ2年3年して辞めていくって一番もったいないけど、まあ、すぐ辞めていくのは適正だしな、はい、まあ、そういうのはおるよな一回でもな。そうですね。だってそんなぬるい仕事やってもらったら帰ってきようだし、そういうやついっぱいおるもんな。経験すんどる人だと癖がすごい人が多いですね。ああ、言うこと聞かんっていうか、はい、金がちゃんとなんていうんですか、うん、金の管理ができないみたいな。で前借り前借りで、うん、で結局給料もなくなって遊べなくなるもんですぐ飛んでくるもんね。ああそういうの、そうおったら、はい、家まで捕まえに行ったらそうったな、はい、でも大体そういうやつって仕事できんよな。そうですね。金にもだらしないやつって、
お前ちょっと酒の飲み方だらしないけどな。そんなことないですけど。そんなことあるでしょ。全部外して。いやね。そうですね。だ撤去と、ね、今日これどんだけ見たの？2日？今日1日です。1日で全部？はい。2人で？はい。でそれぐらいだよ。楽勝っす。何メーター？そんなないです。多分200ぐらいです。200ぐらい。単価で言うと10万ぐらいか。もうちょっと？12万ぐらい。どっちの単価ですか？その乗り換え道場から。一応営業から単価だもんな。それは計算。クソ安いじゃないですか。クソ安いって言うんだよ。だけど、まあその、社内単価だよね。はい。まあ、だから外部の仕事の方が高い、いい値段で出るってことだもんな。そうですね。シーリングはまあ足場と同じで、外部の仕事を結構やるんですよ。で外からの仕事の方が単価いいってことだろ。そうですね。まあ、それはお客さんにとってはプラスだよな。設置さんにとっては。はい。で、2階道場はその分、まあ、物量で値段安いよってことだよな。そこは毎日ケースにあるよってことだよな。はい。そうなんですよ。だいたい寝る会の単価で、まあこれで打ち替えと増し打ちで単価別だと思うけど、はい、全部でどれぐらい？ 10 万ない？ないですね。9万ぐらい。まあまあ節算これ勘違いしないで、これを10万でお客様に出すかっては違うから、はい、営業経費、管理経費でクレーム手直し経費もあるからね。仕入れなんか特に雨漏れするから3年後に結構あるだろう。ありますね。うん、保証が。まあ、それも動かなかったけど、まあ、コミだけどな。単価の中にこう。上場出るんだろう動いたら。それ今の会社のやつは、はい、出てるはずです。で、部門決算は出とんだろ、はい、部門決算って、だって、あの、視聴者、あの、金出るんだろうって勘違いしないよ、お客様。あの、節算からもらっとんじゃないかな。うちは保証期間、まあ、ほとんどの仕入れとか雨漏れ、雨漏れだけじゃないな。仕入れ切れた云々って。ありますね。で、結構あるだろ。それは年間700と800とやっとんだもんで、はい、うん、ちゃんとやっとるよ。うち本当に小町してるとかねえぞ。もうやりすぎだわと思うもん営業。俺でも思う。じゃあそこまでやらねえでしょっていう。サービス工事が最近多いんじゃないですか。サービス工事って何？なんか軒が切れとるもんでこれもやってあげてとか。ああ、ボードシール、あの軒と壁の取り合いとかで、うん、それや結構やっていくと結構ありますもんね。あ、本当。そうだって、でもお前らが単価もらうだろ。それ見積もりにも入ってない、単価にも書いてないもん。それいいよ。だって関係ないもん。あのお客さんよく言われる。それはお客様にも言われるよな。で例えば庭の木切りますと、サービスで0円でやります。でも含めて100万なんだから、もし木切り工事が10万だとしたら、いや俺タダでやったもんこんなこと怒られてもしょうがないでしょって言ったらいかんじゃん。だからそれは営業がまあ全体的な値段でこんだけでやるって言ったのが、そこもやるんだったらお前らは工事はもらわないな。ああ、うん。それは追加だ出しゃいいと思う。見積もり営業がお客様から取っとるかどっとなんかは、そう全体の話だもんね。値引きみたいなもんじゃん。実質は。こういうのもあるじゃん。例えばタイル1枚割れてるとき、まあ1枚ぐらい直しときますわーって言って。だけど大工さん入れたら8000、9000円なわけじゃん。ね。1時間やっても。で、材料費が700円とかは。だってタイル屋にさ、タイルを作ってる会社に、いや、これサービスやったらタダでくださいよって言って言えないもんな。その物は変わるから、瓦1枚割れとっても交換しちゃったりするじゃん。はい、それはまあ、まあ、工事の営業の範囲内だったら、まあ、俺も口挟むことじゃないと思うんだけど、それがあんまりひどけやな、今なんだけど、ここは使えんな。悪い話は全部使えんな。悪い話か、最近もう、本当、朝からブチブチやれること多いですもん。誰？営業の連絡がなかったかどうなのか。嘘、どこ？誰？そういうのいいよ。あ、言っとるっすよ。あとアイスも、緑犬の、はい、お前嫌いだろ。大嫌い。あいつマジ勝手に外部にも振ってるもんね。昨日マジ切れそうだった。なんで、はい、勝手に外中に振ってるもん。それ川合くんが頼んだんじゃない。いや、わかんないですけど、もうそこまでも聞かなかったですけど、あの社長がちょうど帰るお疲れって言った時にもうちょっと怒っとったと思って。あ、マジで。あ、そうなの。あ、まあっていうのが P が入ってると思うけど、俺の口で分かってください。ピーピーピーピまあでも俺いいことだと思うんだわ。喧嘩って利己的な喧嘩と利他的な喧嘩ってあるじゃん、はい、チーム良くするためにはやっぱぶつかってかなかんし、そのぶつかり方もいかないよ。殴ったりとか、ただ怒鳴り散らしたり言いたいことだけ言うのは声が大きい方が勝っちゃうから。まあまあ見習いだな、あいつは。ないって、はい、2年目3年目だ。2年目3年目になる。もうそんななる？お前らでもう4年目4年目です。そんななの？あんま使えんの？お前。さっき何言った？はい。さっき何言った？君。おい、何言ったんだ？行け。さっ
元気があれば何でもできる。もっと持って元気があれば何でもできる。もっとだ。ちゃもっとだ。ラブキボンバイエだが。で昨日の会議はどうだったの？ほんで結論。隊長も外部にはもう忙しくて来るなら言ってもいいけど。やりながらやりながらその現場移して。どんだけテープ入れてんの？これでも。あ？2本とちょっとあの多分100メーターちょっとぐらいで貼れる。テープ1個で何メーター貼れるの？これ1個が全部で18メーターなんですよ。テープ1個これで18メーターで、これ両面貼るじゃないですか。うん、両面貼るもんで9メーターしかいけんもんな。割って9だけど、これ逃がすじゃないですか、ちょっと、うん、逃がす分を引いて8メーター。ああ、そういうこと。でカップテープにもいろいろ種類があるんだろ。紙テープにも種類あるんです。これがネオ、うん、ネオっていうテープで。それどういう特徴なの？これは引っ張りやすいですね、柔らかいし。で粘着力が弱い。粘着もやまあまあ一緒の強さで、うん、こっちの濃い方が HG。 あ、これとこれ違うの？同じ青 でこっちがちょっと引っ張りにくいですかね、粘着がちょっと強いんで。あ、そういうこと。引っ張りにくいっていうのは何？あ、これ出すときに、シュッて出すときに。そうですね。でも場所によってなんか色違ったりするじゃん。あれはあのリシンとか拭いてあって、うん、うん、HG とかネオじゃちょっとつきにくいとこ、うんうん、あのザラザラした砂みたいなの、うんうん、ああいうのだともうちょい粘着が強い緑のやつ。ああ、そうチクチクしようしな、はい、トキトキしようしな。あっちの方がつきやすいんで、あっちで使い分けたりしますけどね。あ、で結局昨日は英語との話はどうなったの？いや、まあ今後こうしていってほしいっていう、うん、な要望としては何があったの？あの外部振るのはいいんですけど、うん、そのこっちから材料を出さんでほしいんですよ。あ、こっちから材料を。ああ、そういうこと。出すとそれがシール班の売り上げから引かれていくんで、材料費が。ああ、そういうこと。でその外部に振っとる人もシール屋なんので、うん、自分らで材料頼めるんだで、うん、そっちで頼んでって。ああ、そういうことな。そうしんとどん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 、うん、まあ引きゃいいけどな。はい、在庫で振ってるわけじゃないんだろ。手間だけ振ってるもんな。手間で、うん、まあいい金額じゃないですか、うん、多分。まあその辺にきちっとやらないかな。ここは足場ないんだ。ここは斜めにやっと流したから。そうですね。これで隣の敷地借りていいんだな。だと思います。で、こう下から下からやっていくんだ。下からテープ貼っていきますね。うん。こうやってやって、次の足場の上で、この上から、ここからは上から貼るってことだろ。はい。こういう場合どうする？A 本の後ろ。これも取ったんですよ。ああ、本当かな。ポテンサル取ったんですけど。あ、本当や。あ、バンドみたいなの取ったんだ。はい。ああ、きっちりその辺の段取りもして、それをこれ今日一日で打っていくわけ。そうですね。ここ一日はちょっとええねんちゃう？いや、全然きれいです。こうやって喋っとるうちであっという間でやるだもんな。40分ちゃちゃってくるな。でそういう窓回りとかのところはこうか、ここは何管理で何。ほんで昨日の打ち合わせは何、その足場も含めて。足場は足場で別の話があったみたいです。ほんと結局ね、やっぱ工程が忙しいもんでって感じ。なんであれあんなみんな来とったの？河合くんだけじゃなくてみんな来とったな。僕はびっくりしました、うん、あんなに来るんだと思って、うん、代表何人かだけいいって言ったんですけど、うん、なんか呼んでましたね、河合さんが。春日井店も来とった？春日井店も忘れちゃうけど。ああ、そういうのか。そんなに逼迫しとんの工程が？いや、でも話したら結局そんなことなかったです。ああ、冷たい。今、はい、入れれん工程あるのって聞いたら、いや、そんなもんないって。結局あれだろう、だって河合君とお前で1週間に1回ぐらいちょっと30分ぐらい電話で喋れば収まってくるんじゃないの？全員に伝わらんもんで、やっぱ何人か呼んでほしいです。ああ、河合さんについて。お前からしても言い分あんの？その会議の勉強会とかで話して。いや、特にないというか、その外部に振るんだったらその、うん、一言声かけてよみたいな。そう、一言声もかけてほしいし、その材料のやつもそうだし、うん、って感じです。多分全然回れるときは本当回れるんですよ。逆に外部に振っとって僕は休んだときあるんですよ。あ、そういうことな。はい。結局あのシステムで工程組むもんで、2日とか3日見ちゃうんだよな、コンピューターでやるもんで、はい、でここだったらまあもう1あの2日見とるけど1日で終わりよとか、なんとか頑張って残業して終わらせるわとか、そうやって調整できるってことだろ？そうですね。あいつらは勝手に暇、あ、忙しいと思って勝手に外部振って、うん、うんうん、それはお前も言わなかお前もありやん。いや、仕事がないと思ってました。工程に入ってないですもん。ああ、外部振るやつ工程に消えちゃうんで。ああ、下に入れれるもんな。ほんであの補欠みたいなところ入れれるだろ確かに。本当はそこに入っとれば別にそれでもあれるんですけど、うん、外注にも振っちゃうと、うん、僕の見えんとこに行っちゃうんで。ああ、そういうことだ。もう勝手に振っちゃったんだ。そうっす。それから大きいやつ？いや、まあ普通の戸建てだと思って、うん、でそこ知り合いの
会社だったもんで、うん、応援行った時に、この前道場さんの仕事やりましたよって言われて、うん、はいっすって言って、うん、何月ぐらいですみたいな、うん、めっちゃ暇で俺休んどってよ、これあ、マジでそれかんな、それもうちょっと調整してほしいよな。そうですね、うん、でももう勝手な判断は死んでほしいです。うん、判断できん人間が、ああ、せんかな、まあ、一言声かけ合ってみような。そう、ね、それはお前も考える、喋りにくい状況を作ってるお前はいかんや。そうっすか、率先力だ。人が悪いなんて言ったって人生変わらないし、全て自分が悪いでもいいんだ。はい、もうそこお前らもだって、もうちょっと関係性作らなあかんわ。もっと力を合わせればもっといいチームになるのに。お父さんがいつも行かなあかんだろう。こうやって道場のお父さんが、はい、は最近みんなで飲みに行くことなくなってたっすね。だろう、減ってきとるっすね。じゃあ俺もだって、俺も俺でやることあるから、世界一の YouTuber になるのが目標なんだから。それはそうだ、ちょっと言い過ぎたか、間違えました、視聴者の皆さん。かっこつけ言ったけど、まあでも今年30万っていう、だって今のまま毎月5000円ぐらい増えてってるので、今のまま言っても20万しかいけんぞ。でも今年の目標はやっぱ30万なので、何かをやらなあかんわけよ。そうっすね、もうちょっと違うことやっていかんと。そうそう、コラボなりなんなりしてかんと。飽きてくるんじゃないですか。飽きてきたのお前だけだっけ。こっちは飽きてねえよ。まあでもこれはこれできちっとやっぱ見たい人おるじゃん。さっきのお客さんみたいな。お客さんみたいな。そう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 。で、俺もやっぱもう結構、生産たちも見とるもんで、しっかりしたものは作りたいなと思うし。まあ、その中にたまにぶっ壊れたやつ作ってけや面白いなって。今日はじゃあ、まあ、まあ、何の話になるんだろうな、まあそんな感じの話だけど、まあ社内で、まあ、いいものを作るってやっぱ難しいし、ぶつかっとる話になっちゃった。何の話だろう。全く分かんない。突然来て、はい、突然来て、キューヘルメット見て、セッサに言われて、社長来たよ、社長来たよって言われて、いや、お宅のなんか知り合いからも来てない、来てないって。知り合い、でも YouTube 見とるって言ったもんね、絶対知ってるでしょ。はい、これヘルメットかぶったやつ、地球上に俺ぐらいしかいないでしょ。この日課も、これ一応トライチだけど、チャック全開やったやん。本当だ。しかも俺、音声のやつこっから出しちゃうもんで、ね、お前、気づけや、お前、今日。全部動画ボツだ、これ。はい。そうそうそう、一つ。マッチングまた始まるわみたいな顔するんだって。お前マッチングってのありまして、はい、あの外気塗装とお客様をつなぐマッチング、これ6月、まあ、5月末から6月頭ぐらい、ちょっと遅れてますけど開発が、もう本当に確実にいいものを作って3パー5パーとかねの目標金額でやれると思うんで、ぜひそちらの登録もしてください。でそれ俺も本当に3ヶ月4ヶ月はその登録してくれた人だけ無料で使えて、まあ、ある程度アップデート重ねたらもう有料化するんで、ぜひその間にお得なんで使ってください。あとは求人のマッチングだね。はい、あれもう一人シーマンとかもう一人そういう求人どうしようどうなんですかね。あれも結構来とるみたいだよ。で毎日ほんと見とると500人ぐらい見に来てくれてるんで、まあ企業側と個人側が見に来てるけど、結構見に来てると思いますんで、ぜひそちらの登録の方もよろしくお願いします。します。まだねさあ、お前まとめるよ、それなんか一言まとめる。はい、来週もまた見てね。来週明日だって。週1じゃないって確かに。